おはようございます。ゼキザップです。本日は10月27日金曜日、朝の4時を過ぎたところで、これからゆるキャン好きのおじさんとベンリーおじさんの3人で、静岡県ね、目指して走っていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。まあ今回ね、なぜ静岡県に行くのかというと、まあやっぱりゆるキャン聖地巡礼ですね。まあ覚えている方いらっしゃるかもしれませんが、前回ね、ゆるキャン好きのおじさんのヤマハのボルトですね。あちらが出発時間になったらエンジンがかからないというトラブルがあって、まあ残念ながらゆるキャンのね、聖地巡礼ができなかったわけですが、まあやっぱり1年に1回はゆるキャン聖地巡礼はやりたいねということで、じゃあ今回は前回と違う場所でということで、静岡県は富士宮でしぐれ焼きを食べてくるっていうのが最終目的地となっております。まあそんなわけでまずはね、集合場所になります目沼の道の駅、まああちらに向かっております。まあそこで自分とゆるキャン好きのおじさん2人が集まって、でそこから山梨ですね、山梨に入ってからベンリーおじさんが合流する感じとなっております。なのでちょうど1年前のツーリングと同じ感じですね。そして自分の方はこの週、まあ、このツーリング自体は金曜日なんですけど、まあ、月曜日の方でも有給を取って後輩と一緒に CL250 で新潟長野の3県ツーリングやっているので、さすがに今回は服装のミスはありません。なのでしっかりとね、ウィンドブレーカーですね、冬用、秋冬用のやつか、まあ、それを着てツーリングしております。とは言ってもやっぱり出発時間が早いだけあってさすがに寒いですね。で今回は電熱ベストは持ってきていないので、そこはちょっと我慢する必要があるんですが、まあさすがに日が昇ってくればね、ある程度の気温の高さになってくるので大丈夫かなと思います。なのでまあこれが現場勤務前最後のツーリングということで、とりあえず今日は思いっきり楽しんでいきたいと思います。というかあれですよね、自分が現場勤務に入ったら、まあ、違う工場になっちゃうんで、ゆるキャン好きのおじさんとかベンリーおじさんと自分だけ働く場所が離れちゃうんですよね。なおさらみんなと会えないということで、まあ、今日はしっかりと、ね、思い出作る必要がありますね。そして今回のツーリングで、まあ、ゆるキャン聖地巡礼も静岡県まで入れるということで、まあ、元々行きたかった場所の一歩手前まで行ける感じになるんですかね。まあ、だいぶ聖地巡礼もね、進んできましたよね。まあ、静岡で一番行きたい場所と言ったら、やっぱり浜名湖でうなぎなんですけど、やろうとすると往復で700キロは超えて800キロギリギリ行くか行かないかだと思うんで、まあ、2024年でチャレンジしてみるか、まあ、結構悩ましいところですね。まあ、個人的にはやってみたいんですが、ちょっとね、時間が確保できるかという怪しいところがありますね。まあ実際のところ自分がね、今現場勤務やってて2月から元のところに戻るんですけど、戻ってから何をやるのかとその後どうなるのかっていうのも結構ね、変動がありそうな話ですので、まあ、まだね、油断できないんですよね。なのでしばらくは働き方がね、バタバタしそうでツーリングがままならないという感じですね。ということでこちら集合場所の目沼の道の駅ですね。ゆるキャン好きのおじさんはまだ来てないですね。じゃあ待ちたいと思います。さあ予定通りゆるキャン好きのおじさんもね、集合できたので、これから山梨に向かって走っていきます。そしてゆるキャン好きのおじさんは今年はバイクの運がないというべきなのか、まあ、なかなかちょっとかわいそうな状況でしたね。まあ、今回ヤマハのボルトは無事に動いたわけですけど、あの人川崎の忍者も持ってて、まあ、全然ね乗ってないからそっちを売るって話になって、業者にね買い取りに来てもらったら、そっちもまさかのエンジンがかからないっていうね、前日まで普通にエンジンかかっていたのになんでっていう状況で、まあ、やっぱそういうのってあるんですかね、タイミングが。まあ本当大きいの国っていう感じですかね。まあ実際ね、複数台持ってると稼働率が偏ってしまうっていうのはあるあるかと思います。まあ自分も、ハンターカブと CL250 とあとはシルクロードですね、まあそちら3台持ってて、結局ね、まあ、この間動画にも上げた通り、普段からずっと使い倒してるのは、このハンターカブになります。まあ通勤からツーリングまでね、幅広く使ってるんで、どうしても稼働率はハンターカブに偏っちゃいますよね。で CL の話をしようと思ったら、前の車が怪しいな。このトラックずっと真ん中走ってるんですよね。眠たいのか何なのか、なんかフラフラしてるし遅いですね。今ここ制限速度50キロの道なんですけど、35キロだったかな、で走ってますね。
あ、前から車が、はあ、避けましたね。あ、普通に走れるんだ。やっぱりおかしいですね。車線をはみ出すし、速度のアップダウンがあるし、これは居眠りっぽいんで、ちょっと後ろ走ってて危ないんで、自分はちょっとこのルート外れて山から、山梨をね、行きたいと思います。ということで、中国人に教わったルートから行きたいと思います。で、まあ稼働率の話に戻りましょうかね。複数台持ってると、なかなかね、全部均等には乗れないよということで、まあ、CL250 はたまに動画上げてますが、やっぱりあっちもね、ハンター株に比べて全然動いてない感じですよね。まあこれは仕方ないところはありますよね。やっぱりこう、原付2種と250と、まあ例えば原付2種と大型等とか持ってる方だったらわかると思うんですけど、気軽に乗れるのはやっぱり原付2種なんですよね。まあ本当に、ハンター株楽。そこにつきますね。で、シルクロードについては、あれは個人的に結構気に入ってるんで、実は CL よりも動いてます。あー、寒い。さあ、ただいまの時刻が6時前か。5時45分で、走行距離は65キロ。やっぱ秩父は寒いっすね。さあ、ようやくね、明るくなってきたので、景色を楽しめるかと思います。まあ、それにしても本当に寒いですね。なんで寒いと言いながら自分はグリップヒーターをつけていないのか、まあ、謎でしかないですね。早くつければいいのに。まだつけてないか。いつからつけたんだろうな。多分途中の映像を編集しててついてるんですよね。なんて最初からつけてなかったのかはいまいちわかんないんですけど、まあね、バッテリーが減るもんでもないし、早くつけてくんないかな。まだつけてないか。となるとあれか、大滝とかあの辺でつけたのかな。まあそんな感じがしますね。まあとにかく電熱グッズ持ってるものは使った方がいいですよね。我慢しててもいいことないですからね。さあ、そしてこちらはトンネルですが、徐々に出来上がってきてるのかな。外観上は分かんないですが、早く開通してほしいですね。あのトンネルが出来上がると、山梨に行くツーリングはだいぶね、時間が短縮されていいのかなという感じがしますね。あ、そしてループ場まで来ましたか。ここまで来るとようやくね、太陽の日差しがギリギリ当たるか当たんないかっていうところで、暖かくなってきそうですね。で、今日の天気だったら、これは富士山も問題なさそうな気がしますね。いや、せっかく山梨、静岡行くんだったら、富士山を見ておかないと気分が上がんないですからね。ということで、まあ、今回のツーリングは無事に富士山が見えそうだということで、いや、本当に良かった。まあ、ゆるキャン好きのおじさんをね、こう、聖地巡礼ツーリングに連れていくからには、やっぱりね、バイクと富士山の写真、一緒に撮りたいですからね。ということで、これでループ今日もだいぶ渡ってきたので、じゃあ、一旦あれですかね、どっかで写真ですかね。これで滝沢ダムも通り過ぎて、まあ、この先の、あれか、道の駅っぽいところがあるんで、そこで写真でも撮っておきたいと思います。懐かしいですね。ここも夏に林道おじさんと遊びましたね。二人してゲリラ豪雨で濡れてっていうね。やっぱりこう、誰かと走ると同じ道を走った時にね、あの時の思い出っていうのが蘇ってきますね。これで来ましたね、休憩所。こちらを右折していきます。ちょうど太陽の日差しもギリギリ当たんないか。まあけど紅葉はだいぶ綺麗に見えますね。なので紅葉を背景にハンターガムの写真撮っておきます。去年よりも5度ぐらいあったかそうっすね。あ、そうなんだ。去年0度とかじゃなかったっすか。去年ヒーターなしでよく来れたね。すごかったっすね。多分今年は寒いとはゆえ感覚は残ってるんで、マシですね。さあ、無事に写真も撮れましたので、これからいよいよ山梨県に入っていきます。まあそのためには仮坂トンネル抜けないといけませんからね。まずは仮坂トンネル入っていきます。まあ、こちらですね。このトンネルがまあ長いんだ。まあ、今回は交通量ないんでね、まったりまったり走っていきます。まあ、中でね、取り締まりやってることもあるんで、まあ、飛ばしすぎは注意ですね。まあそれにしてもこのトンネルも寒いですね。やっぱりこの秩父の中でもこの仮坂周辺、まあ、より一層寒いんですよ。やっぱり日が昇ってくるのが遅いし、日が沈むのが早いから、全然この周囲の空気っていうのが暖かくならないんですよね。
いや、ほんときつい。で、これで無事に山梨県入ってきました。いや、料金所、確かこれ原付だから相当安いんですよね。だからこそ CL じゃなくてハンターカブで山梨って行っちゃうんですよね。おー、すげえ快晴。うん、埼玉走ってる時よりもなんかスカッとしてるんで、これは絶対富士山見えますよね。綺麗だな。やっぱ今日有給取ってきてよかったです。まあ、こういう風に現場勤務前だったんで、もう怒涛のように有給入れてツーリングしてたんですけど、やっぱり正解でしたね。まあ、そうなってくるとこの経験を生かしてね、2024年もしっかりと有給使ってね、ツーリングを楽しんでいければなと思います。ああ、そして便利おじさんがもういる。早いな。写真撮ってる時に目の前を通んなかったってことは、これ相当待ってますね。大丈夫かな。虚弱体質なんでちょっと心配ですが、どこにいるんだろうな。温まってればいいんですけど。あ、大丈夫か。ヤマハ今日2台。ちょっとホンダの痕跡は今後どんどん消していい。なるほど。ちなみにこのバイク、来週はオイル漏れの修理でバイク屋さんに、あ、どうしても俺じゃ直せないところのオイル漏れがあって、うん、やっぱ左側ですか。左側、うん、3箇所あるうち2箇所は自分で直したんですけど、うん、もう1箇所一番むずいところがダメだった。俺、うん、もう今週はこれ走り終わったらタイヤが死ぬんで、うん、はい、そんなことを便利おじさん言っていましたが、結局自分で直してましたね。さすが便利を愛しすぎた男ですよね。うん、ということで最後まで動画を見ていただきありがとうございました。で、次回からいよいよゆるキャン聖地巡礼編始まっていきますので、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。